もし今のように掴まれたらこのようにします。またこうやってクロスして手を内と外に絡め肘を決めることもできます。この技をうまく使うためには必ず腰を使います。その発力により同時に相手を倒すのです。手打ちだと早く打てず、またただ素早く打つだけでは威力はさほどありません。クワの理論が分かっていないと全くダメです。例えばこのように胸ぐらをつかまれたらどうしますか？よくあることですね。こうつかまれたらこうやって上から手で押さえて腰を回転するだけで相手はたまらなくなります。逆も同じです。自分の少しの腰の回転だけで相手を倒すことができます。